ペンパチヨシヒラチャンネル。皆さんこんにちは、ペンパチのヨシヒラです。動画を配信していきたいと思います。今回は、兵庫県の三田市にある有馬富士公園に行って、山ランをしてきました。標高374メートルあるんですけど、すごくしんどいしんどい山ランになりました。今回、前回やった西洋の滝よりもさらにハードでした。まあやっぱり階段も多いし、やっぱり敷地が広いので、その目的地に着くまででもかなり大変でした。まず、兵庫県の三田市なんですけど、 JR 三田駅から、有馬富士の公園の入り口まで坂道を約30分ぐらい登っていって、からようやく有馬富士公園に入れます。で、有馬富士公園に入ってから、だいたい33分でした。マップで調べたらそれぐらい登ってようやく山頂コースに入れます。そこからが大変ですね。やっぱりそこからはやっぱりさすが山頂コースって言われてるだけあって、登山コースなんですけどね、登山コースっていうだけあってやっぱり厳しいです。急に斜面が厳しくなって、やっぱさっきまで平坦で歩いてた道、景色を楽しむなんていう余裕が全くなくなりました。単純にしんどい作業ですね。まあでもこれやったからこそ言えるのが、こういうことするから肺活量だったり体力だったり瞬発性だったりが上がるのかなって。やっぱり強い学校の選手って結構山登ったりしてるって聞いたことがあるんで、やっぱ山登りってすげえ大事だなって僕は今痛感してます。砕けた話をしていくと、やっぱり僕って方向音痴なんですよ。方向音痴やから、こっちでやってんのかな、あっちでやってんのかなって。で、一人ごとこっちでやってんのかなって言ったら、同じように来てる人らが、あっちだよ、みたいな感じで教えてくれて、ありがとうございます、みたいなのが何回もあって、本当に方向音痴だなって自分でも思いました。山頂登った時の感想としまして、景色がめっちゃ綺麗。ほんまに空気も意外と美味しいし、やっぱ息切れしてて空気吸うようにないんだなと思ったら、めっちゃ空気綺麗で、ほんまにやってよかったってその瞬間だった。ただめっちゃカラオケ聞こえてくるそしたらカラオケボックス来てるからね。で、ここは何だったっけね、カラオケボックスの三田駅の駅前にあるやつなんですけど、カラオケクラブダムですね。ドリンクバーとフリータイムで1200円前後で楽しめます。アイスクリームとかドリンクバーがあるって言ったので、アイスクリーム取ってきました。はい、抹茶のソースかけてきました。いろんなソースありました。いちごだったりキュウイだったりチョコレートだったり、まあこれ一発目なんですけど、糖質も全部抜けてるからすっげーうまく感じる。山登りした後とかにこんな食べると、ほんまに通常の倍ぐらいうまいわ。普通にアイス食って美味しいじゃなくて、厳しいトレーニングして甘いもの食うからこそ幸せを感じれるんだろうなって思う。早く言ってるな。まあ、お昼ご飯なんですけど、三田駅前の宮本むなし行きました。ラーメンと悩んだんですけど、ラーメンは試合の後にしたいなって思ったから、今回は宮本むなしで、平日なんで、平日ランチの値段で行きました。卵をつけたりとかしたんで、まあちょっとだけ100円ぐらいアップしたんですけど、それでもまあそこそこ値段で食べてたし、まあご飯もちゃんとおかわりしました。一応僕みたいなタイプって、すみません、話し合わせしました。正直な話、そんな食べなさそうに見えるんですよね、僕の体格からして。細いし、ガリガリだし、身長高いだけで、横は全然ないから。なので、僕が全然食べてないっていうのを、思わせないために、ちゃんと食べてるシーン、空っぽになったご飯とか見て、
おかわりしてきた動画とか載ってます。で最後に全部食べきったやつもちょっと載せてます。カラオケボックス来てまだ歌ってないいやね、これ動画どうしようかなって考えながらで、山で走ったんだよ、疲れたからちょっとボーッとしてたんですよね、ここで。いや、ずっと暑い暑いでなってたから。スイーツばっか食べてるから話が全然進まないですね前の山田する前に僕がまあやっぱり試合もそうだったけどやっぱり体力的には大丈夫やったんだけど足が動かなかったりとか急な違う球とか来てそういう時にやっぱ対応しよう思ったらやっぱり普段から複雑な道を走ったりとかしてる方が筋肉も瞬発性がつくんじゃないかなとか俊敏性とかだから多球練習だけで予測不可の球だけを取りに行くんじゃなくて体自体を山とかそんなで鳴らしておけばそういう球も取れるんじゃないかなってでこれはこれから先の卓球人生にも関わってくると思うのでやっぱり羽引きのリーティングでは勝てるようになりたいしやっぱり C 級にいつまでもいるのも嫌なのでやっぱり B 級 A 級って登っていきたいので僕自身もまあ少しでも強くなれるようにっていう意味合いを込めて山田をしています。でやっぱり山田やってる人ってそう多分いないと思うんですよね。今の現状ではやってもやっぱ続かなかったりとか一点ぐらいやったりやれるでもこれを継続的にできる人って多分そういないと僕は思っているのでそこだけから詰めていって周りとの差をなくしていこうかなって思うんですよ。技術面とかフィジカルだとかどうしても逆性に勝てないことがあります。フィジカル面だったらどうしても僕の方がやっぱり年を重ねていくので年齢今これで34なんででもやっぱりそれなりに体を作っておいて短い時間で練習しながらこういうフィジカル面に空いてる時間を作っていけば対等どころがやり合える以上の力をつけれるんじゃないかなと思って山田をしようと思いました。ほんまカラオケボックス来てカラオケしてないの何してんだ歌わないと番組的には結構糖分も取ってるけど、まあ、糖はまあ山田してるからゼロカロリーということでまあ怖い今日怖い今日めっちゃうまいわこれうまいおかわりしてこよう。おかわりしてこよう。次いちごです。まあ話を戻すと、まあ、カラオケしようよって感じですけど、まあ、もうちょっと喋りたいんで、まあ、フリータイムしてるんですよ。フリータイムにしても他のとこやったら1500円以上するのが1200円ぐらいで収まるんで、ここすごいありがたいです。何かを他も喋るとしないですか。もうアイスじゃいいや。もうアイスは。山ランとかでやっぱりそういう風に詰めていけば絶対に卓球に生きるところがあると思うんで、体力とかの部分もそうですけど、そういうしんどい練習プラスしんどいトレーニングやってきたから自分は大丈夫っていうメンタルの重ねもなると思うんですよね。俺はこれだけやってきたからやれるって自分で強気になれると思う。あーうまっ。あっ、ね、もう家でご飯作ってるからかな。早く食べるぞ。お腹空いてないの。さっきお風呂されてばっかり。よし、もうカラオケ歌おう。
雑な終わり方になっちゃったんですけど、この動画が少しでも良ければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。Thank you.